福岡を中心に100年近い歴史を持つ企業グループが2023年6月、持ち株会社を含む6社のホールディングス体制へと移行しました。その名はビヨンドグループ。持ち株会社である株式会社ビヨンドとその傘下に石油燃料を扱うマスダ石油と LP ガスのマスダガス&リテイリング、釣具メーカーのどうもどうも、ハサミ焼きメーカーの松尾商店、太陽光発電の日光コンストラクション、これら事業会社を有するホールディングス体制です。一等企業のマスダ石油は福岡市中央区に本社を置く年商233億円、社員数535名の名門企業です。価格事業ということにおいては本当に分野が違うと思うんですけれども、それぞれの経験を生かすことができる。マスダ石油というバックアップがあるからこそ、のびのびやらせてもらってるというのが一番にありますね。自分が手を挙げてチャレンジできる、環境が整っているというのはすごく大きな強みだと思います。自分たちが出した意見をこう会社に反映できるっていうところはすごく変わってきてる。みんなと一緒にね、会社を作っていきたいっていう思いが、せっかくねうちに入ってきてくれたからには、夢なりね、やりたいことを実現できるね器でありたいと思ってますので、社員のそういうせっかくのね意見っていうのはもう財産ですし、大事にしようと思ってます。ビヨンドグループの強さの理由、それは LP ガス、サービスステーション、産業燃料、太陽光発電といった安定のエネルギー事業と、コメダコーヒー、ホテル、釣り具、ハサミ焼きなどの新規事業の両輪で事業を安定させていることです。ビヨンドグループ密着ドキュメント、100年近く地域に愛されてきたその強さの秘密に迫ります。エネルギー部門の営業マン、久保山さんです。この日は市内の不動産会社を訪れて、社長に LP ガスの提案をしているようです。今回ガスの切り替えに伴ってですね、入居率をやっぱり上げていかなくちゃいけないというところ で、その物件のどこが入居さんのニーズがあるか、物件物件で応じていろいろ違うと思いますので、どうやったら入居があるかっていうのを一緒に考えながらですね、ガスや石油は生活インフラです。ひとたび取引が始まるとお客様との関係が長く続く、そんなビジネスです。マスダ石油ではお客様との良好な人間関係だけでなく、社員同士の人間関係も大切にしています。ガスの付き合いって1回供給すると長い付き合いをするんですよね。やっぱり三方よしっていうのを考える中でですね、やっぱり何気ないように使ってるガスですよね、陰で支えてるインフラ会社かなと。福岡市博多区にあるコメダコーヒーの店舗、ここで店長を務めているのが熊澤さんです。いらっしゃいませ。1名様でいらっしゃいますか？空いてるお席の席どうぞ。マスダ石油のサービス品質は社外のコンテストで何度も表彰されてきたというレベルの高さだといいます。その最前線で働く熊澤店長に接客業の魅力、そしてマスダ石油の魅力を語ってもらいました。人と話すのが好きなので、お客様との距離感が近いコメダコーヒーっていう店舗での接客は自分に向いてるなっていうふうに思いますし、お久しぶりですねとか、今日寒いですよねみたいな、本当にちょっとした会話なんですけども、そういう会話の中でお客様の人となりとかを知れて、熊澤さんがいるからこのお店来てるんだよとかっていうふうに言っていただけたことがあって、その時はすごい嬉しかったです。仕事をしながらスタッフさんを動かして、でちゃんときちんと忙しい時でもお店を回しきれた時に面白いなっていうふうに感じます。やはりお客様からの感謝の言葉をもらえた時が一番嬉しく思います。あなたがいるから来たよとか、いつもいい接客ありがとうって言われるとやっぱり活力になりますので、もっともっとみんなで盛り上げて地域で一番の店にしていきたいと思っております。ビヨンドグループで働く魅力の一つが、事業の数だけいろんなチャレンジができるという点です。こちらの竹島さんも新規事業にチャレンジする社員の一人です。グループ会社のどうもどうもで釣具商品の EC 展開を任されています。転職しなきゃなんか業種を変えられないっていうのはあると思うんですよね、企業さんによっては。でもマスダ石油って結構多角化経営で、いろんな事業をやってるので、こう自分が手を挙げてチャレンジできる、
まあ、環境が整っているというのはすごく大きな強みだと思います。増田石油には2つの社員教育があります。1つが技術やノウハウを学ぶ専門教育、もう1つが仕事人としての心構えを養うキャリア教育です。弊社は95年の歴史があって、それはそれなりの土としてきっちりこう出来上がっているものがあるんですけど、時間が経過しますとね、土もね硬くなってきてるんですよ。耕してあげないといけないんですよ。根が張るようにしてあげないといけない。栄養分に当たるものを教育っていうふうに捉えていただいていいと思うんですね。のいいところはいいところとして、硬くなった分も柔らかくしていって、根が張ってそして育つようなことをしていきたいと思っています。若い人の新しいアイデア、新しい発想、もう本当に見守る、バックアップする、でそういう土壌を作って、これが一番大事なことだなっていうふうに思ってます。自分はこう思うからこうしたいっていうのを発信できる、自分たちのできることを増やしたらお客様だったり世の中に対してできることも増えるから社会への貢献も増えますと、まあ、マーケティングに対する知識が深まったっていうのが私が一番今回のプロジェクトに入って面白かったなと思ったところで、ふわっと理解していたマーケティングとか苦手意識を持ってたマーケティングっていうのを何も分かんない状態でみんなで一から学んでいって、自分が普通に仕事してた中じゃ絶対気づかないことなので、そういう教えていただく時間っていうのを改めて作ってもらったのは良かったです。個人の成長が会社の成長につながるというような、まあ、それで個の学びの場を与えることで個が成長し、まあ、個人個人が成長していくことで収益も自然と上がっていって会社の収益も上がるというような、まあ、ノルマを与えて業績が上がるじゃなくて、この成長によって業績が上がると。100周年へ向け事業を安定させながら新たな種をまき続けるビヨンドグループ、増田社長はこの先どんな舵取りをしていくのでしょうか。この会社で働くことによって一人一人が成長できていけるような、今よりも来年の方が進化している、まあ、そういうチャンスをね与え切れる会社でありたいと思ってますし、みんなの成長とともに私も成長していって会社も成長していくという、そういう組織でねありたいなというふうに願っております。